一方、日本国内のイスラム教徒は今回の事件をどう見ているのだろうか。まあそういうの残念ですね。本当のことわかりませんけれども、あのやってることはちょっとあのイスラムのことではないですね。罪のない人たちを殺すのはそれは許さないですよね。 彼らはイスラム国の教義について理解できないと語り大学生の行動に疑問を示した。